そしてスプラッシュを卒業します。最後のステージ本当に楽しかったです。今日までご指導いただいた先生方、さまざまな面でサポートしてくださった事務局さん、いつも一番近くで応援してくれていた家族、そしていろんなことを一緒に経験してきたスクール生スプラのみんな、そしてどんな時でも温かい応援をくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。私はスミプラネットさん主催のギフデデビュー2021というオーディションで合格をいただき、10月1日に行われる東京アイドルフェスティバルでステージデビューをすることが決定しました。ありがとうございます。これからはアクターズで学んだことを胸に、新しいグループで精一杯頑張っていきたいと思います。新しいグループのこともぜひ見守っていただければと思います。それでは最後になりますが、私の大好きなスクール生みんなのキラキラ輝く姿を、また春の発表会で皆さんに見ていただけることを祈っています。本日は本当